はい、戦国姫紀行、武田松姫、檜原村、こちらは檜原村の役場のそばの立ち話のふもとでですね、まあ、下に映ってるのは直接松姫とは関係ないんですけど、ちょっと雰囲気のある場所を探していて、ここにしました。でこの上にですね、吉祥寺ってお寺ありますけど、その奥の山はですね、当時平山氏重公が治めていた檜原城という、まあ、簡単な山城があるんですけど、堅固な城ではないですけど、まあ松姫を追ってるうちにですね、やっぱり檜原村に来て、ちょっと逃避行とは別な話をしたいんですが、要するに逃避行ルートとしても紹介している方がいるんですが、当時の逃避行ルートを見るとちょっと今日いろいろ勉強して、図書館とか本も見たりしてたんですけど、まあ、なかなかですね、ちょっと檜原ルートを立証するのは難しいかなと思いました。というのは檜原を通ったという、まあ、手鏡の伝承ですとか、偽装のお墓があるとか、それは伝承なんですけども、それは松姫が、まあ、エリンジに行くときにですね、往復した際の出来事ではないかなって私は勝手に思ってるんですよ。いや、もし逃避行で檜原村を使ったんであればですね、そうなってくるとその笹子峠の話もなくなりますし、大菩薩にしてもですね、小菅村ルートから、まあ、尾根ルートというやつですよねという話になってくるんで、まあ、これはですね、話としてはルートとしては3つという話になってしまって、それでちょっと逃避行ルートとしてはですね、まあ、第三のルートとして考えられなくはもちろんないんですけども、証拠もないですからね、そういう意味では、一つは大菩薩峠上野原ルート、もう一つは、檜原峠ルートですね、同じく小菅村経由、でもう一つは笹子峠と、この3つがまあ代表的なものだとは思うんですけど、まあ、ちょっと今回はですね、逃避行というよりも、松姫がまあ通ったとされる地域であるということでちょっとご紹介をしておきたいなと思います。でこの檜原村はですね、全体的に、この平山市それと武田市との関わりが非常に深い、地域でして、つまり武蔵の、今で言ったら西多摩郡で武蔵なんですけども、まあ、北条や、後の徳川氏、またはもっと前で言えば足利氏とか、そういった方たちの影響ももちろんあるんですけども、甲斐武田氏と、まあ、尾根一個で隔てたと、例えば上野原地域、西原村とか小菅村とか山伝いに簡単にっていうか、すぐ近いわけですよね。ですから地勢はともかくですね、地域的にはですね、甲斐寄りの人が多いと、また甲斐の国からお嫁さんが来たなんて話もよくありますし、甲斐の言葉を使う人もいますってなると、そのこの地域がね、やっぱり西多摩郡、まあ、今で言ったら東京都なんですけども、甲斐の国と深いつながりを持っていて、さらに、松姫たちが、まあ、歩いた軌跡を一つ一つたどろうかなとこれから思ってるんですが、まあ松姫檜原編っていうのをちょっと始めようと思っていて、まあ、今日はちょっと下見のつもりで来たんですけど、まあ、非常にその尾根道にしても峠道にしてもですね、非常に歩かれていると、甲斐の国と武蔵の国をつないだ、流通の拠点でもあったということがちょっと挙げられると思うんですよ。ですから、まあ、松姫がここへ来たというか、まあ、この今右側に橋が立花橋ってありますけど、まあ、江戸時代は木造の橋ですし、もちろん、その前はもっと小さな橋だったようですけども、おそらくこの橋は松姫たちも通っているというのはまあ間違いないと思いますけども、谷が深いですからね、この辺はね。役場といってもですね、本当に山間部の、この今左見てるのは秋川の本流の南秋川ですけど、かなり水量が多くてすごい渓谷です。奥多摩の多摩川の上流のような谷ですから、この谷沿いを行くっていうのはちょっとね厳しくて、家も結構高いところにありますよね、平家の内宿じゃないですけど、割とこう川沿いというよりも谷沿い、南向きの谷沿いに、開けた山間地集落が多いですね。ですからこの松姫を追っていく中では、そういった檜原村の自然にも触れることでですね、あと地名や語源、それと先ほど甲斐の国と言いましたけど、甲斐の国の方言なんかが使われてたり、この辺は特に南秋川の方はですね、笹尾根というところで上野原市の鶴川と谷っこを隔てていてですね、昔から峠がいくつもあってですね、
貝との行き来が往来が激しかった場所になります。まあ、そういうことからもですね、貝の国との関わりが深く強くですね、そういった物流とか流通とかの面でもそうですし、ちょっとその辺も含めてですね、今後調べていきたいなと思っています。松井様が実際行ったのは1回往復しただけだとは思うんですけど、何十回も行ったとかそんなことはないと思うんで、ただその信忠様が、織田信忠ですねが亡くなった時、本能寺の変をどこで知ったのかっていうのもちょっとわからないんですけど、まあ、その辺もわかればいいなと思ってますね。まあ、手鏡は今日見てきたんですけど、そういった史跡、史物がですね結構村の中には残っていて、まあ、詳しい方にお話を今後も伺っていきたいなと思っています。はい、武田松姫、日野原編でした。